何があった？昨日の夜、寒かったから炉に火を入れたんだ。ゴーゴーとよく燃えたよ。ソーセージも焼いたんだ。それからどっかのバカが作業場に火をつけやがった。全て失ったんだ。いつまでアホ面を見せてやがる。大変だったな。犯人に心当たりは？村人全員だ。ずっとここに住んでるし、仲間として認められてると思ってたが、黒の軍団が来て変わっちまった。この辺で鍛冶職人は俺だけだから、俺が奴らの仕事を受けなきゃいけない。甲冑のへこみを直したりな。ニルフガードからもらえるのは物資と命令だけで、金なんてもらってない。だが周りはそう思わないらしい。他人の不幸を食い物に、ドラゴンみたいに金貨の山に寝そべってるって思われてる。無視されて、そばを通れば唾をかけられるようになった。そしてこれだ。報酬次第で放火犯を見つけてやってもいい。手持ちは残り少ないが、捕まえたら全部くれてやる。懲らしめてやりたいんだ。火事の晩、家の外で物音がしたんだ。手がかりがないか調べてみたが、何も見つからなかった。だが俺は猫みたいに嫁が聞くわけじゃない。頼んだぞ。ブーツの跡。大男だな。小便とウォッカの匂いだ。ブーツを脱いで水に入ったが、足跡を隠すため。ドラウナが飛び出してきたんだ。慌てるあまりブーツを撃したのか。アビーン、なんだ？足跡が途切れてる。だが傷で特定できるはずだ。ドラウナーの爪跡だ。犯人に違いない。ひどい傷だな。ドラウナーにやられたのか？お前には関係ないだろう。おっと、威勢のいい放火犯だな。行くぞ。鍛冶屋が話したかって。非人間族とは口を聞かない。クズばっかりだし、特にドワーフなんか最悪だ。小さいくせに欲深くて、金のためなら何でもするバカどもめ。黒の軍団が使ってる剣も奴らが作ってる。違うか？なあ、取引をしよう。金をやるから見逃してくれよ。この前母親が死んで、残ってた道具を売ったんだ。ちょっと使ったが、残りは全部くれてやる。いいだろう、乗った。ただし火遊びはこれっきりにしろ。またやったら二度とマッチをすれなくなると思え。もちろんだ。ウィッチャーの旦那、死んだ母に誓って。ほら金だ。健康を祈って、黒の軍団と非人間族を打ち倒せ。今日はパンをもらったよ。
放火犯は捕まえられなかった。悪いな。残念だが、黒の軍団がいずれ捕まえてくれるさ。何か必要なものはあるか。火事の時いくつかは持ち出せた。金床も無事だったから何か作れるぞ。それに今は少しでも金が必要だ。